客車の UIC 分類記号では国際鉄道連合が開発した鉄道の客車を分類する記号の国際的な体系について説明する。UIC 記号はそれ以前に多くの国で使われていたそれぞれの国の記号体系を置き換えたものである。客車の種類はアルファベットの文字の組み合わせで表される。しばしばそれに続けて、例えばドイツ鉄道の場合3桁の形式番号が付される。 講義で言えば、客車に表示されている車両番号は、最高速度や暖房装置の種類など、技術的な情報を含んでおり、分類の一部と見ることができる。例えば、客車の車両番号はすべて表記すると73、8029から94708から7、BPMBZ293.6 のようになる。この記事では、こうした 分類記号がどのような意味を表すのかを説明する。アバムズ一等コンパートメント客車アキンブス元、インターレギオの一等、ビストロカフェ号作り客車ワイムズ二等インターレギオ、客車、BNRZ 普通列車用二等客車、BXF、S バーン用二等制御客車ダブパシフィ等、二等号作り、開放座席の二階建て制御客車客車の分類記号は1文字。 またはそれ以上の種類を表す文字で始まっている。常実の例では大文字の B である。これは客車の一般的な種類を表している。主記号に続けられる小文字のアルファベットは客車の技術的な設備や付属品を示す。どのように記号が使われるかは部分的には個別の鉄道会社に委ねられている。ここに示したものはドイツ鉄道で使われている記号を元にしている。 オーストリア連邦鉄道では、ドイツ鉄道と異なる、樹記号を2軸、または4軸客車に対して用いている。以下に示す記号は1981年から使われている。2階建て車両を示す、D、プッシュプル客車を示す、L、制御客車を示す S は、ダッシュ記号の後に置かれる。ありがとうございます。